台風10号に関してお伝えしますこちらは震度図です発達しながら日本の南をゆっくりと北上していて県内には木曜29日から30日にかけて最も近づく予想ですそれでは気象予報士の北島さんが最新情報をお伝えします今日は中継先からです北島さんはい、えー、空と雲がだいぶ近くに感じます 今日は阿蘇山上に来ていますよこの時間夕焼けが眩しいくらいなんですが先ほどまではにわか雨があるなどやはり山は変わりやすいお天気ですよねそして上着を着ていないともう寒いくらい冷たい風が強めに吹いていますその風といえば台風情報ご覧ください 先週までの予報から大きく進路を西寄りに変えて29日、今度の木曜日の午後にも熊本県を直撃するコースに変わってきているんですね世界各国の予測モデルも見ていきますと九州に上陸するモデルを予測しているものがほとんどで中には熊本県にとって最も危険なコース九州の西の海上を北上していくモデルもあるんです。 となるとまだまだ進路が変わることも考えられますからね最新の台風情報はこまめに確認するようにしてください北島さんでした改めて台風10号、県内に最も近づくのはいつなのか確認していきましょう、はい、予報円の中心を進んだ場合ですね民間の気象会社ウェザーニューズによりますと29日木曜の午後から30日にかけて暴風域に入る見込みです 県内にはですね、29日の夜から30日にかけて最も近づくと見られています、はい、まだ備えができる時間はあるということですね、はいはい、一方で今回の台風なんですけれども瞬間的に猛烈な風が吹く恐れがありますこちらの映像は9年前です県内全域を暴風域に巻き込んだ台風15号の映像です、うん この時は県内に台風が上陸しまして、熊本市では最大瞬間風速、41.9メートルを観測したんですね雨風ともにひどいですし、こちらは家の壁が剥がれてしまっていますね、うん、そして大量の木がなぎ倒されていますが、今回の台風の風はそれ以上になる可能性があるんですよねそういう見込みなんですよね。ね気象台台によりますと今回のの風10号が予報円の中心を進んだ場合 明後日て28日には最大瞬間風速45メートルが予想されているんですね屋外での行動が極めて危険になる恐れがあります、はい、さらに今回の台風なんですけれども非常に強い風が長い時間続く恐れもあるんですねとなりますと暑さも厳しいですから停電が心配になってきますよね民間の気象会社ウェザーニューズに停電への備えを聞きましたまずは 電源、電灯を確保してください。乾電池や モバイルバッテリー、懐中電灯などを用意しておきましょうまた、えー、手回しで充電できるラジオも貴重な情報源ですそして水を確保してくださいマンションなどでは停電で断水する恐れがあります今のうちに湯船に水をためておきましょうそして熱中症対策も大切ですペットボトルの水や保冷剤を冷蔵庫で凍らせておいてくださいこうした備えを参考にしてください